道今にも崩れそうじゃん。するか分かんないよね。うわ、あそこは仮設なんだ。ちょっとね、サッカーできるようにしてんだ。わあ、見て。そのままだもん。ここが全部ね、燃えちゃったんだよね。朝市のところ、ちょうどね、そこの一歩向こうの通りが輪島朝市の通りなんですよ。祭りやってた通りなんですよ。輪島大祭の時にね。こんな状態だもんね。もう人住めないよね今。ここをね、みこしがわーってこう走って。歌い続けるよ。
小皿があげる。いいんですか。え、ありがとうございます。ありがとうございます。社長泊用。ありがとうございます。じゃあちょっと使わせていただきます。うわあ、輪島塗りいただいちゃいました。
中学校に着きました。今日はね、こちらの避難所で歌わせていただきます。積み荷が終わりまして、今駐車場に車を止めます。よいしょ。さあ、それではこれから皆さんに元気を届けに行ってきます。はい、先ほどは輪島中学校の避難所に歌を届けに行ったんですが、午後は大谷小学校に行ってきまする。
イカからいただきます。歯ごたえがすごい、これは何ですか、これ。ふくらぎ。ふくらぎ。ふくらぎという魚みたいな。ふくらぎ。ふくらぎ。ハマチの。ハマチの。そっか、ハマチだ、やっぱり。そしてタコ。マグロと、マグロと、サザエ乗ってるあの。サザエ乗ってるあの。松本君、これ何がレース？なんと、カレーの天ぷら。ということで、八島さんで今ランチをいただいております。刺身定食です。見てください、肉厚の刺身。いただきます。ヘブン、ヘブンです。いやー、幸せ。タコも、タコもいたかな。食感、歯ごたえ、新鮮です。ヘブンです。ヘブンマッスル。いただきます。見て見てこれ、やば。うわー贅沢。ありがとうございます。いただきます。めっちゃクリーミー。うまっ。とろけますね、口の中で。めっちゃくちゃうまいっす。なんだろう、この口の中でこうふわーってね、ミルキーな香りが広がるんですよ。最高にうまいっす。甘いやろ、甘いよ、ね、甘い。うわー、これ食感ももう絶妙ですね。うわうまっ。これもういっぱい食べちゃう。ライブ発信。ライブ発信。あ、今これ普通に動画撮ってます。あ、動画です。はい、後で上げます。うんまっ。ちょっとライブから顔出したら怒られる。全然いいです、全然出してください。橋本さん、ありがとうございます。こんな最高の牡蠣、ありがとうございます。そしてこちら、海の家コスタです。はい、こんにちは。橋本さん、こちらオープンが4月13日ということで、はい、ぜひ皆さん、橋立港に来てください。待ってます。天童清隆の曲も多分流れてます。はい、こんな海も最高です。感じです。はい、シャワーもあるのでね、海も入れますんで、皆さんぜひお待ちしてます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皆さんが元気になれるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。旅するマッスルシンガー天童清隆でした。